フォンテーヌ・ブローの決別アントワーヌ・アルフォンス・モンフォール、コサンコノエ隊は、フランス第一帝政時代のフランス陸軍の、コノエ軍団の中の、第三師団の通称、または単に、ナポレオンの大陸軍の中での最強部隊を意味する。日本語では老進衛隊とも訳される。具体的には、第一コノエ領不評連隊、第一コノエ敵団兵連隊、コノエ領騎兵連隊、 この絵敵団騎兵連隊、皇后流騎兵連隊、この絵槍騎兵連隊、マムルーク部隊、ジャンダルムエリート騎兵中隊、この絵砲兵隊、および他のこの絵隊の可視館などが含まれる。もともとは、イタリア遠征軍当時の司令官、ナポレオンの護衛隊が前身であり、当初は騎兵部隊のみであったが、失勢時代に失勢新衛隊として、 不評部隊と、騎兵部隊が組織されたのが原型で、訂正の始まりとともに次第に拡大されていった、皇帝子の絵隊のうちで、古参のベテラン兵を中心に構成された部隊、または中堅及び新規子の絵隊のベテラン化士官を指している。特にこの絵両不評、この絵的団兵、この絵両騎兵、この絵的団騎兵などが有名だが、これらは、 他の部隊とは一線を画する戦闘能力と指揮の高さ、ナポレオンに対する絶対的な忠誠心で知られた。常に皇帝ナポレオン一世と共にあり、栄古盛水を共にした部隊として名高い。この絵体はナポレオンを課長とした軍隊家族を形成していた。ナポレオンは彼らを敬愛し、また彼らの忠誠心も並々ならぬものがあった。ナポレオンの最後の切り札として、 戦場では、決戦兵力として用いられ、黒い熊ボウの森、無敵の小三この遺体、ビッグブーツなどの異名は敵を震え上がらせ、味方にとっては、勝利を約束する存在だった。ナポレオンとは、固い精神的な絆で結ばれており、1814年の1回目の大尉の時に、フォンテーヌブロー宮殿前の広場で別離を告げた時には、ナポレオンは、師団長、 プティ将軍を包容した後、軍機に口づけして泣き崩れたという、フォンテーヌ・ブローの決別は特に有名である。彼らは志願して、エルバ島にも付き従い、百日天下でもナポレオンを支え続けた。ワーテルローの戦いでは、終盤に、ネーゲン水が繰り返しこの得体の投入を要請したが、ナポレオンはこれを拒否。躊躇したことが勝利を逃す一因になったとも、言われているが、 実際にはすでに退路を遮断しようとしたプロイセン軍をフランスノアから撃退するのに出動中であり、ナポレオンのもとには予備兵力はほぼなかった。いわゆる伝説の一つである。後方の安全を確保した後に最終局面でこの軍団はようやく投入され、イギリス軍、メートランド旅団等のジンドル、モンサン・ジャンコーチへと突撃するが、前進を阻止され、 側面への逆襲を受けて撃退された。しかし敗北が決まった後も、小三子の得体だけは戦場に踏みとどまって、味方の退却を援護し続けた。敵に完全に包囲されて、降伏を勧告されるが、連隊長、カンブロンヌ将軍は、この得体は、死すとも降伏せずと言ったという伝説がある。カンブロンネは無口で片言が多い人物として知られており、実際には、クソタレ、 と言い放ったと広く信じられている。ともかくこの子の遺体のモットーの通りに幸福を拒否して壊滅した。フランスでカンブロンヌの一言、または五文字といえば、このクソタレという意味である。1840年12月、ナポレオンの遺体がパリに帰還した際の式典には、ほころびた軍服を身につけた生き残りの子三子の遺体がパレードに参加した。 ありがとうございます。